瀬戸康史の動画。まずは到着したんで今、1時なお昼の1時なんだけど、ここにあるミョンドン餃子っていう大人気の店があるらしくて、このミョンドン餃子っていうこの店に入ってミョンドン餃子食べたいと思います。1日目のランチはミョンドン駅近く、今回宿泊するソラリア西鉄ホテルの目の前にあるミョンドン餃子です。注文したのがこちら、カルグスと呼ばれる韓国風うどんとマンドゥと呼ばれる蒸し餃子の2品です。この組み合わせはミョンドン餃子の定番になっているらしいので、観光で訪れた際はこの2つを注文しておけば間違いないでしょう。というか店員さんがめちゃめちゃ観光客慣れしているので、何も言わなくても勝手にこれを勧めてきます。注文する時もメニューを指さして、うわんうわんこれわんこれわんとか言ってれば分かってくれます。なんか不思議な味がするよね。なんかこう多分ね、中に入ってるなんだろう、なんかニンニクじゃなくて生姜じゃないけど、なんか謎の味がする何かが入ってるね。セロリかな。あ、ニンニクが、ニンニクの味が違うのかな。ニンニクの味がするんだけど、ちょっとなんか違うニンニクみたいな。餃子食べます。うん、美味しい。皮がすごい薄くて、ペラペラ、中の具がすごい、具の塊食ってるみたいな感じで、皮はペラペラです。うん、美味しい。箸が銀色ね、定番の韓国料理って感じ。基本うまいんだけどね、キムチ辛い。今しずいさんが、キムチ食べてこんな顔になってる。なんか違う。じゃキムチ食べてみます。ちなみに僕が一番好きなキムチはコクうまキムチです。あれ違う、すごっ辛いし、めっちゃ辛いし、しかも味もなんかこう独特な日本のキムチの味じゃないですね、これ。あら、でもこれは観光客で喜ぶよね。めっちゃ辛い。これ美味しい。うん、餃子うまい。そうだね。今我々2人で来てますけど、この麺と餃子一皿ずつで十分です。2人でシェアして2つを食べるみたいな、そんな感じ。すごい瀬戸康史の動画。はい、続いてはデザートです。ミョンドン餃子から3分ほど歩いた場所にあるビンスビンスコーヒーミョンドン店です。ミョンドンサボイホテルの2階にあるカフェで、ここの名物はイチゴがたくさん乗ったワッフル。他にもマンゴーのワッフルとかイチゴのラテとか、夏はかき氷とかもやってるみたいですよ。スイーツ好きにはたまらないインスタ映えスポットです。
どうもこんにちは、瀬戸康史です。ミョンドンで人気のパンケーキ屋さん、あのイチゴとかなんか果物とか、まあイチゴね、イチゴがバーっていっぱい乗った、まあ日本でもねそういう店あるけど、そのワッフル屋さんに来てるのはやっぱ女の子に人気らしくて、でね、あのこれ番号をもらってね、これ今待ってるんだけど、あのまずねちょっとね買う時点であのちょっとおかしいなとは思ってたんだけど、なんかね店員さんがねこうレジに立っててもそう全然出てこないね。まず結構行列結構できてるんだけど、店員さんがそのカウンターの中にいる店員さんが2人しかいなくて、あんまやる気ない感じなのね、男の人2人、バイトの人みたいな。でめっちゃ行列できてるんだよ、めっちゃ行列できてるのに1人対応するとなんか作りに行っちゃってなかなか戻ってこないみたいな。でまた次対応してはいみたいな、なんかやる気ない感じなのよ。で一応ねこれ持って待ってるんだけど、あの周りにいる人たちみんなこれ持ってるんだよ、まだみんなこれ持ってる状態なのね、今喋ってるんだけど。みんなでね、後ろの席見ていただければ分かると思うんだけど、今日ね外雨でそんなにね混んでないのよ、混んでなくて、店めっちゃ広いんだけどね、混んでなくてお客さんまばらなんだけど、お店の人もあんまいない状態で、なんかお客さんもみんな待ってるみたいな感じなの。なんかよくわかんないね、店めっちゃ広いからさ、お客さんどんどん入れてさ、お客さん履ければいいんだけど、いいと思うんだけど、あのこのガラガラなのにレジは行列できてて、しかもみんなケーキ待ってるみたいな、ワッフル待ってるみたいな、なんかわけわかんない状態になってて、で4時45分ぐらいに注文して今、5時、ちょうど5時です、15分ぐらい今待ってます。でもねちょっとね今施設さんと喋ってたんだけど、あの周りのねあの人たちを見るに多分これ相当時間かかるんじゃないかって言って、だから1時間ぐらいはもしかしたら覚悟しなきゃいけないんじゃないかなって。だってこれガラガラなんだよ、ガラガラなんだけど来る気配がないのよ。これなんだろうっていうね、ビンスミンスミョンドン、ミョンドン店ね、なんかチェーン店らしいんだけど、他にもいっぱいあるらしいんだけど、まあでも時間潰しに来てるとか、まあくつろぎに来てるから全然いいんだけどね。ちょっと待ちます。やっと今ブーブーってなって今静江さんが取りに行ったんですけど、さっき俺動画撮ってたの5時ちょうどだったんですけど、今 何分だと思います、今何分だと思います、5時1分、もうね4時45分に頼んで16分で来て、普通の感じで来たよ、周りみんな待ってる感じなんだけどね、何なんだろう、周りのお客さんは逆に何頼んだんだよ、ワッフル100個ぐらい頼んだのかな周りのお客さん、ね、俺らより早く最初から来てるお客さんなのに待ってるんだよ。あ、来た、スエさん来ました、ありがとうございます。ね、1時間ぐらい待つんじゃないかって言っといて、はい、こちらです、出ました、これです。来たよ、16分で来たよ、めでたしめでたし、味は普通。瀬戸康史の動画。夕方になるとミョンドンのメインストリートにはどこからともなく屋台がいくつも現れます。観光客も一気に増えて、まるでお祭りみたいに通りが賑やかになるんです。でびっくりしたのがこの屋台、平日祝日問わず毎日、しかも夜遅くまでやってるってことなんです。本当にね、このミョンドンっていう街は観光客、あ、そうそう、あのこの店どこでもね、段ボール濡れたの引いたの、このお店って、あ、夜ご飯ここです。おー、すごい動画でグツグツ、チーズタッカルビでございます。すごい、うまっ。
うわ、チーズめっちゃうまい。モッツァレラチーズ。海苔の味とかする。うん、もちもち、おいしい。なんだろう、なんか初めての食感だよね。そう、お魚ガーフィッシュエッグフライドライス、なんかトビウオの卵が入ってるご飯の焼き飯の締めにしたんですよ。ガーフィッシュエッグフライドライスにアドチーズってチーズも足したのね。チーズご飯のトビウオ卵入りみたいな。納豆みたいも。おいしい。チーズとご飯が混ざった感じ。ね、うまい。にはないプルコギバーガーっていうやつがあるらしいんですよ。これね、だからその韓国でしか食べられないプルコギバーガーをちょっと食べようということで、マクドナルドで。